皆さんこんにちは、デッサンパイセンです。以前お話ししていた、鉛筆デッサンの、通信講座の、教材が届きました。こんな感じで、大きな箱に入ってきました。これが、半年のコースなんですが、最大で12ヶ月、学ぶことができるコースになります。で、4万4000円という金額なんですが、もうこれは、お金を、払いましたので、これからこの中でどういう、教材が来ているのかというのを見ていきたいんですが、最大で12ヶ月で、お金の、振り込みも、12回払い、毎月、3000円ぐらいお金を払っていくということになりますので、美術の教室に通うよりもかなり安く学べるということになってくると思います。スケッチブックがついてました。スケッチブックは、これで絵を描いて課題を提出するというのではなくて、課題を提出するのは別に、用紙があるようで、こういう、フォルダーに、課題を書いて、これで、郵送で提出するという形になっています。で、スケッチブックと、それから、教科書ですね、テキストが、3冊ついてます。で、デッサンっていうのは技術ですね、それから、知識なので、こういうね、テキストで学んでいくっていうのも、一つのデッサンの学習の仕方として、間違ってるわけではないんですよね。独学でやってるわけでもないですし、絵画教室にの先生も割とこう、もっとこの辺をわーっと調子を入れていっていいんだとか、擬音とか専門用語なんかがすごく出てきて、その芸術家の先生が感性で、指導をするっていうような、最初こう習い始めたばっかりの頃は先生が何言ってるのかはわからないと思うんですけど、そうじゃなくてこう、本当にね、こう最初どういうふうにして書いていったらいいのかっていうのを本当に、システマティックにこう、学んでいくって、こういうデッサンの学び方っていう方向に、だんだんその美術の教育も変わってきてるんだろうと思うんですが、こういうふうにテキストでデッサンを学んでいくっていうのも、僕は経験はないんですが、実際にちょっとねこれ読みながら、やっていきたいと思います。モチーフですね、幾何形態がついてます。これ発泡スチロール製なんですが、球体とか、円柱とかこういうのがついてるのはとってもありがたいと思いますね。これは使えると思います。ただ質感がちょっと発泡スチロールというところもあるんですが、それから、これが定着液ですね、フィキサチーフですね。で、こういうのもモチーフですね、紙風船とか。これ結構高いんですよね、けん玉ですね、デスケルですね、デッサンスケールついてます。擦筆ですね、鉛筆デッサンなんで擦筆とか、カッターナイフがついてます。メーカーはちょっとわからないですが、
簡単な感じのカッターナイフですが、これまあ日本製ですね。カッターナイフです。練りゴムですが、これはホルベインですね。ホルベインの3番ですね。プラスチック消しゴム。これもメイドインジャパンって書いてありますが、これは桜クレパスですね。画材は割とちゃんとしたものが、あ、これは、鉛筆 4B2B HB H2H ですね。まあ5本あればまあ大丈夫じゃないかなと思いますが、刷毛ですが、これはちょっと鉛筆デッサンでは使ったことないですが、ひょっとしたらこうまあ消しゴム消した後にちょっとこうね吐いたりとかするのに、使うものかな。うん、ちょっと僕まあ使ったことないですが、こういうのがついてます。これ紙ヤスリですね、240。これは鉛筆の芯の先を削るためのものですね。まあ、こういうようなものがついてます。まあ、これだけ材料があれば、まあ、鉛筆デッサンするには、必要十分かなと思います。まあ、こういう形で、これがね、まあ、入ってるものの全部なんですが、まあ、こういう形で、デッサンをねこれからまあやっていこうかなと思います。まあ、だいたい、まあ、道具見てみたんですが、まあ日本製のもので、ちゃんとね使えるものが、揃ってるなというような印象です。で、まあ、モチーフなんかもついていて、本当にこういう、まあ、幾何形態なんかはすごく、まあ、デッサンをね学んでいくのに、ずっと使っていけるものかなというふうに思います。で、まあ、練習用のスケッチブックですが、まあ、スケッチブックは、消耗品なので、まあ、なくなったらまた、使いやすいものをまた購入すればいいわけですが、何しろこのテキストですなんですが、まあ、3冊ついてるのをまあちょっと見てみたんですが、まあそのまだまだそのこれだけの、量ではまあ足りない部分っていうのもあるんですが、こういう、まあ美術の技法書っていうのは、本屋さんでまあ購入しても専門書で、結構な値段が、まあ、するものです。で、しかもですね、こんなに大きな本っていうのはなかなか出版されないので、こういうこの教科書はすごい価値があるものかなというふうに、まあ、思います。で、最初の一冊が、形の取り方とか、まあ、簡単にまあパース。だから本当に、まあ、絵を描くときの姿勢とか鉛筆の持ち方とか使い方とか本当に、ね、基礎的なことから、書いてあるものです。で、2冊目は今度、固有色とか、まあ赤いもの白いもので、調子の量が、まあ、変わってくる。まあ、紙とか布みたいな柔らかいものから、木とか金属みたいに硬いものによってタッチが変わってくるというようなそういう質感の、表現の仕方とか、まあ、そういうものが、まあ、書いてあります。で、最後のこの一冊で、構図ですね。構図はまあ確かに、難しいことではあるんですが、まあ、構図の取り方、それから、例えば柔らかいものをより柔らかく見せるとか、そういう、まあ、メリハリの効いた画面にしていく、そういうような、まあ、細かいその、最初の2冊では、説明しきれなかったような、追加の説明が、まあ、書いてある。このテキストは非常に、まあ、価値があるかなというふうな感じがします。で、まあ、僕は、
木炭デッサンでずっとまあ美術を学んできたので、鉛筆デッサンできちんと、教えてもらったことはないので、まあどんな感じになるかちょっとわからないですが、まあまあ、教科書に書いてあるような、こととか、まあ、課題とかですね、ちょっとねガチで課題をやってみたいと思いますので、またね、こういう、まあ、鉛筆デッサンの動画をまた、まあ、しばらく経ってからまたね作っていきたいというふうに思います。